今アリゾナのホストファミリーのアパートで泊まらせてもらってるんですけど、そのアパートの共有プールです。この感じ、なんか一軒家とかだとその自分の家にもプールついてるとか、結構でかい家だと普通っぽいっす。2年半前くらいにホームステイした時はそのホストファミリーの家にも自分のプールがあって、で今引っ越してそのアパート、こういう建物、これアパートなんですけどに住んでるんですけど、そこでもジムとかこういうプールがあります。こういう風に滝もあります。うん、こんな感じでなんか座るとことか、ちっちゃい子供用のもあるな。あっち足が、あとこうやってなんか一緒に野球見たりアメフト見たりとかしてるみたいです。そのアパートの共有スペースみたいなとこで、なんか後ろにこの Mac とかパソコンあったり、コンロとかついてないけどなんか冷蔵庫とかあったり、あとテレビがあったり、あとまあトイレももちろんあって、テレビの下には暖炉とかあってっていう感じです。ブンブン回ってます。はい、誰でも使えて、誰でも住んでる人なので、 Wi-Fi もあって、で僕はちょっと勉強してましたです。でここがさっきのスタディースペースなんですけど、炊飯器とか水あって、でここがこのプール、すげえ音楽が聞こえてくる。でこっちにはジムがあります。あ、で真ん中にはなんかオフィスみたいなのがあって、ホテルの受付みたいな感じになってるんですけど、そこで多分なんか契約のこととかやるんだと思います。ちょっとじゃあジムにも入ります。こういう一列だけで、こんな感じです。なんかオリンピック今は流されてますね。超でかいってわけじゃないですけど、もう着いた。バイクがあったり、あとリフト、ウェイト1個しかないけどとか、こういうのがあったり、もちろんじゃないか、バランスボールあります。そんな使ってる人 見たことないんでっていうか、なんで全然多分ちっちゃいけどそこまで混んでて困るってことはなさそうですね。はい、これがアパートの外観、こんな感じです。なんかちっちゃな街みたいな感じですね。でそのアパートの周りに柵っていうか塀があって、で門があって、なんか夜はその門が閉まっててみたいな。あっちいいな。今夜の7時半なんですけど、こんくらいの明るさでアリゾナで、コンクリートがめちゃめちゃ暑いっす。はい、何度くらいだろう、うん、でもまあ湿度がないので多分日本よりはマシかな、うん、日本の暑い日よりはマシだと思います。でも結構エアコンはやっぱついてますね、思ったより室内で。多分アメリカあるあるなんだと思うんですけど、室内はエアコンついてると寒いっす、マジで。あ、これ面白い T シャツ買いました、タコキャット。前から読んでも後ろから読んでもタコキャットです。タコっていうのはタコスのことですね。
なんか匂い、なんかセミも意外といるんだなっていう、意外とでもないか。で、なんですけど、バーベキューするスペースがあって、なんか、まあ、住んでる人は誰でも使えます。はい、ということでこんな感じで終わりにします。バイバイ。Ooh, good. It's gonna be delicious. So much chicken.